7月25日、有明アリーナでボクシング WBC、WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチが行われ、挑戦者の井上直也、大橋ジムは、二団体統一王者のスティーブン・フルトン、米国、と対戦。井上が8回 TKO 勝利を収め、日本勢では井岡和と、市政、に次ぐ、2人目の4階級制覇を成し遂げた。画像、まっちゃん泣いてない。 井上直也松本人志の絆を感じる、抱擁ショットをチェック。バンタム級からスーパーバンタム級に階級を上げても、モンスターは異次元だった。試合が終わると、現地まで応援に駆けつけたお笑いコンビダウンタウンの松本人志さんも、井上チャンピオン。素晴らしい、興奮してハグしてもらったよ、と自身のツイッターで祝福。ロッカールームで井上と抱き合う姿を公開した。 温かいメッセージを受け取った井上は、ありがとうございました。と松本さんのツイートに反応。簡単符を3つ添えて感謝の気持ちを伝えている。二人の絆を感じる抱擁ショットにフォロワーからは反響が続々。激ツ最強×最強、とても良い写真ですね。なんて微笑ましい光景、まっちゃん泣いてない。史上最高のハグですね。鳥肌めっちゃ立ちました。 など、様々なコメントが寄せられた。